はい、ザスキルです。ですね、まあ、狭小の、メルマガを読んでいて、ガレージヒロの新製品、ミニッツスープライオエアロ各種入荷っていうんで、ちょっと見てみたいと思います。はい、ザスキルです。まず左から行きますね。ミニッツメルセデス GT3 ウィングバージョン1ってことで、まあ、こういう感じになります。次に、ディフューザーね。ディフューザーは、後ろはこんな感じで、こんな感じになります。次に、ウィング、ウィングはこんな感じでね、なかなかよろしいんじゃないでしょうか。次は、ミニッツスーパーライオウィング、これはバージョン4になりますね。うん。ここにね、翼がつくんだね、これかっこいいね。それでミニッツスーパーライオウィングバージョン3は、こんな感じになりますよっと。とこバージョン2ね、バージョン2はこんな感じ、これはこんな感じになります。とバージョン1っていうのがあって、これどんなもんかなって感じね。でこれはスープラ用のエアロ、エアロはこんな感じになりますね。次に、バージョンはミトソー、これエアロだよね、こんな感じね。次に、マクラーレン P1 ディフューザーミトソー、これバージョン1、こういう風になるんですね。かっこいいじゃないですか、ディフューザー使って。マクラーレン P1 ウィングバージョン3ミトソーブラックレジン、どういうのってこういうの、なんかいいんじゃないの、ね。そして、マクラーレン P1 ウィングバージョン2ミトソーブラックレジンということで、おー、なんかかっこいい、あ、いいんじゃないのって感じね。マクラーレン、12C ウィングバージョン2ヘビーウェイトってことで、こんな感じになりますよということで、よろしいんじゃないですか。これはバージョン1ね、ライトウェイト未塗装ということで、まあいいんじゃないの。次は、アウディ R8、2015ウィングバージョン3、これは、こういう風になるのはね、よろしいんじゃないでしょうか。で、アウディ R8 2015 ウィングバージョン2が、こんな感じになってますよと、いいんじゃないの。で、R8 のこれはバージョン1になりますね。はい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 。ちょっとこの辺が違うんでね。いいんじゃないの。そして、ディフューザー、ミニッツ、コルベット ZR1、これがこんな感じで、あ、かっこいいじゃないですか、ディフューザーね。うん。そしてこれは何だ、ウィングバージョン3ミニッツコルベット ZR1、あ、かっこいいね、いいですね。次はウィングバージョン2ミニッツコルベット ZR1、これがこんな感じになります。そして、次にご紹介するのは今週の狭小オンラインショップ入荷製品情報ということでね、ヴィンテージシリーズ用パーツ入荷しましたというので見てみたいと思います。まず左から、X 断面型ウォーニング、が入りました。まあこれはね、普通のオーリングに変えるだけで動きが良くなります。これはおすすめの一品ですね。そして、ショックパラパースレッドオプティマ用が入ります。それとキングピンフランジパイプオプティマ用ね。そしてデフシャフトオプティマ用、それとボディ、オレンジジャベリンが入りました。それとカーボンメーカープレートオプティマ用ね。それとセンターアンダーガードシルバーオプティマ、それとロールケージセットスコーピオンが入りました。
そしてショックプラパーツセットスコーピオン、それとギアセットスコーピオン、ワイドフロントアームシャフトターボスコーピオン、クリアボディセットビートルね、そして、クリアボディセットトマホーク、実は僕はこれ、注文しました。これをね、ちょっとまたつけてみたいと思います。でフロントホイール、サテンクロームミッキービートル用、それと 2.1 インチフロントホイールホワイトスコーピオン、 2.2 インチイヤホイールスコーピオン、それとフロントタイヤソフト、スコーピオン、ギアタイヤソフトインナー付きスコーピオン、フロントタイヤソフトインナー付きターボスコーピオン、ユニバーサルスイングシャフトスコーピオン、それと 8G フロントホイールイエローアルティマ、これはフロントホイールね、そして 8D リアホイールイエローアルティマ用、これはリアホイール用です。次にご紹介するのはフライホイール FW06 用入荷しましたって見てみたいと思います。こういうもんなんですね。あの FW06 用のフライホイールというので、現在在庫が3つ 4x4 4.8 ブラスボール12個入りっていうのが入荷しましたって見てみたいと思います。こういうもんですね。 4.8 ブラスボール12個入りっていうことはね、まあこういうもんなんですけども、結構ねこの、ボールの磨き具合を見てください。結構綺麗に磨かれてますね。さすが教師っていうか。次に KE21SP エンジンとパーツ入荷しましたっていうので見てみたいと思います。KE21 エンジン、ですね、25,300円ということで、これはいい走りをしそうですね。次にシリンダーヘッド、なんでこんなものがあるかっていうとね、エンジンはね結構摩耗が激しくて、追尾しなきゃダメなんですね。だからこんな感じでね、シリンダーヘッドがあります。次にヘッドガスケット、そしてコンロッド、そして、ピストンピンとかね、リンケージストッパーとかあります。次にインファーノ系パーツ入荷しましたっていうので見てみたいと思います。来ました、インファーノ系パーツ多分たくさんあると思うんですけど、行ってみましょう。ナックルアームカラーとサーボホーンセット、フロントスタビライザーバー、ロングキングピンセット、それとユニバーサルスイングシャフト、3PC アルミクラッチシュー、3PCHG アルミクラッチシュー、そしてチタンビスセット、これすごいね、7,480円全部揃うんだ。そしてアルミリアハブキャリア、ガンメタリックですね、それとウレタンバンパーが入ってます。それと強襲オリジナル G1/2 シェルビーコブラ 427SC バイキングブルー、商品ナンバー KSO8633VBL、 価格は 63,800円、税込みです。かっこいいですね。ちょっと見てみたいと思います。後ろからこんな感じで、このラインがいいね。このラインがね僕好きですね、コブラはね。やっぱりこれいいな。63,000円はちょっと高いけどね。フロントの作り込みを見てください。ちゃんとねフィントがついてます。横でもねいい感じに入っています。フロントからリアに流れるこのラインとか、この、ラインとかいいですね。人が乗ってないのちょっと寂しいような気もするんだけど、この辺りちょっとなんかね人形さんを作ってくれたらいいかなって感じがするんだけどね。いいですね、このドアのラインとかね、こことかね、このラインいいね。大好き、このシェルビーコブラ。いい感じです。ちゃんと開くのよね。強調にしては珍しいんだ、これが。こういうね、ちゃんと開くっていうのがね、まあマニアにしてみたら本当にね、嬉しくって、これは欲しくなる一台だね。ちゃんとスタリング周りも、できてます。この辺りもちゃんと作られてますね。欲しくなる一台です。
そういうところですね。エンジンもちゃんと使われてますね。さすがですね。下はこんな感じです。渋いね。欲しくなるね。そういうところで今回はこれで終了です。お疲れ様でした。さようなら。